グリーゼ 876C は赤色外星グリーゼ876の周囲を30.258日かけて光転している太陽系外惑星である。2000年にグリーゼ876の軌道を光転する二つ目の惑星として発見された。発見時、グリーゼ876にはすでにグリーゼ876ビットという太陽系外惑星が見つかっていた。 2000年、恒星の視線速度の詳しい分析によって、K の中に2つ目の惑星の存在が明らかとなり、グリーゼ 876C と名付けられた。グリーゼ 876C の軌道周期は、外側の惑星の軌道のちょうど半分であり、これは2番目の惑星の視線速度により、当初はグリーゼ876ビットより大きな軌道離心率を持つと解釈された。 グリーゼ876の各惑星の軌道。内側から二つ目がグリーゼ 876C グリーゼ 876C は外側を交点するグリーゼ876ビット、グリーゼ 876E と1、2、4の軌道共鳴の関係にある。これにより惑星の間には強い重力相互作用が働き、そのため軌道の再差に応じて、 急速に軌道要素が変化する。軌道離心率は太陽系のどの惑星よりも大きい。軌道長半径はわずか0.13天文単位で、水星と太陽の平均距離の3分の1程度である。それにもかかわらず、クリーゼ876がもともと暗い構成のため、この惑星は K のハビタブルゾーンの中に位置している。 クリーゼ 876C を発見した視線速度法の限界から惑星の質量は加減しか得られない。これは測定質量は軌道傾斜角に依存し、その値は視線速度法では決定できないためである。しかし、クリーゼ876のように共鳴系を持つ場合、惑星間の重力相互作用が真の質量を決定するために用いられる。 この方法を用い、天文学的な観測と合わせて考えると、軌道の配置が完全に決定でき、惑星の真の質量が0.71木星質量と明らかになった。このような大きな質量から、グリーゼ 876C は、個体の表面を持たない木星型惑星であると考えられている。構成への重力的な影響から間接的に検出されたため、半径。 蘇生、温度等の特徴は未知である。蘇生は木星と類似しており、環境は化学平行に達していると推測されており、この惑星の大気には雲がないと考えられている。クリーゼ 876C は K のハビタブルゾーンの最内側に位置している。木星型惑星の上での生命存在の可能性は分かっていないが、大きな衛星には、 生存可能な環境があり、生命が存在する可能性はあると考えられている。ただし、仮想的な衛星と惑星と構成との超積相互作用の結果、生命が存在するほどの質量の衛星は破壊される可能性が指摘されている。さらに、そのような衛星が最初の段階で形成されうるかどうかは分かっていない。ありがとうございます。